はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしてまいりたいと思ったペッお夕飯にしてまいりたいと思います。本日なんと本日10月23日水曜日19時25分っていうね、なんとって全然なんとじゃない。今日のお夕飯、これシャウエッセン夜味っていうね、あの新発売ですよ、シャウエッセンから夜味っていう。あんまあのフライパンでね、焼きなさいというのがおすすめのね、レシピって書いてあったんで、焼きました。こちら夜味。まあ新発売ですから、マークもね、全然食べたことないので、どんなものか分かりませんけど、コメント欄に書いてあったら、食べてみてくださいって、新発売したんですよ、ずっとって。大体こういう入手しづらいものばっかりリクエストしてくるの。結構大変。大丈夫、大丈夫、マーク頑張る。とりあえずもう、よし。乾杯。美味しいね。でこっちね、芋煮を、冷凍の里芋じゃないよ、ちゃんと定時で帰ったんだけどさ、里芋安かってさ、あ、じゃあ芋煮にしようと思って、しようかなと思って肉売り場に行ったら牛肉も安かったね。おじゃん、これも芋煮しかねえなと思って、シャワーしてた時に。いただきます。家帰って皮むいて大変だったんだから、シャワーしてた夜は夜でも朝来るだ、朝みたいな。すいません、今の話は誰も分かんなかったろうね。夜でも朝来るだ、朝。いただきます。抜群にうまい。抜群にうまい。一応さ、このシャウエッセンなんかケチャップとかさ、タバスコのさ、シラチャーソースとかさ、いろいろ持ってきてんのよ。だけどこういうウインナーとこういうのかけるとうまいじゃん。いらない。バスうま。焼いてうまい濃厚スパイス、しっかりスパイスが効いてる。これ美味しいね。これマーク美味しいと思う。まあ赤ウインナー好きじゃない。まあ赤ウインナーとは全然違うんだけど、まあこういうのでコークンとかさ、アルトバイルンとかいろいろあるけど、ほんとスパイシーでうまい。なんつうんだろう、ほんとスパイスだから、ほんとスパイシーなんだよねこれ。うん、
ご飯によく、しっかり焼いた方がいいね。こういうシャーベットとかね、しっかり焼いた方がいいね。ご飯一品食べちゃった。美味しいこれ。うん。ケチャップいらない。これ絶対焼いた方がいいと思う。これは美味しいわ。うん。夜味って書いてあるから別に朝でもいいと思うし、別にお弁当のねおかずでも全然、うん、いいと思う。美味しかった。で、芋肉食べよう。里芋がすごい安くてね、里芋すごいいっぱい入って、まあ小ぶりのね、里芋だったけどさ、10個以上入ってたと思うんだけど、それでね、300円。で、牛肉も 100g 179円ぐらいだった。ああもう今によ東北だね。東北、うん、なんか心にしみるわ。なんかこういうお料理は心にしみるよ。里芋とさ、牛肉と長ネギ、あと豆腐、まあ、豆腐を入れるのは邪道だっていう人はいると思うんだけど、なんか豆腐を入れたかった。で、長ネギの今日はね、青い部分も入れたのよ。まあちょっとケチって入れたんだけど、最近野菜高いからさ。芋煮に豆腐って美味しいと思うよ、本当。うん、美味しい。最近ほど急に寒くなって、朝お布団がね恋しいよね。けどもさ、夜中の3時くらいかな、 3時だ。パッと目が覚めて、でトイレ行ったで布団戻ってきた。ああもうこれでまた朝まで眠れないなと、朝まで布団の中で静かにしとくかなと思って、
で何時か見るのがさ、最近そこ何時か見るじゃん、携帯とか。なんか何時か見てさ、昨日は3時だったからいいけどさ、何時か見て1時とかだったらさ、これで朝5時とかまで眠れねえのかっていう、すごいショックを感じるじゃん。だから見るか見ないか悩むところなんだけども、昨日は見て3時か、あと2時間ちょっとぐらい布団の中で目つむとこうと、そしたらちゃんと 眠れたの。そうか、寒いからさ、布団が気持ちよくて、これ夏なら絶対眠れないよね。俺そのままベッドの中でゴロゴロゴロして、ああでもね、こうでもねえなんて、ああ考えない、朝を迎えるパターン。その話を知り合いの人にすると、みんなそうらしいよ。みんないろいろ立場は違えども、立場や状況は違えども、もうそっちと社会で生きておるね。ああうまい。いや美味しかった。芋煮もシャウエッサーの夜味も両方良かった。うん、これからあの大療養、あの大きいね、あのたくさん入ったパックでね、売るようになったらぜひ買いたいなと思います。はい、ありがとう、ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。